ぴょんぴょんは、日本のアイドルタレント、お笑いタレント。芸名の前後に、のマークがつくのが正式な表記である。身長165センチメートル、大型。本名、美穂あさみ。芸名の由来は、本人曰く、小泉京子の愛称、きょんきょんからとしている。静岡県伊豆の国市出身。秋葉系ライブで、アニメソングなどを歌うアイドルとして、活動を開始する。 2007年9月末に、がっぽり建設門下に3番弟子として入門、お笑い芸人としての活動も開始する。なお、入門のきっかけは、もともと、藤崎マーケットのファンだったピョンピョンが、東京、新宿で、ランニングシャツ姿の二人組を見かけて、藤崎マーケットだと思い込み、弟子にしてください。と言い寄ったところ、それが、がっぽり建設だったとのことからで、それまで、 がっぽり建設のことは知らなかったという。2008年4月5日に大阪市安倍野区のステージプラスで初のワンマンライブを行った。司会進行は師匠のがっぽり建設が務めていた。かつては歌手、タレント、声優、姫が花ぴょんぴょんとしてノンストップエージェンシーと業務提携していた。その後、がっぽり建設が主催する。 ホームラン教室のメンバーとなった。浅川渡る、三崎のワルツ、大谷、連日恋夜の自主トークライブ、ザ・ポップの2008年10月16日の会に、ゲスト出演した時に、当時ルサンチマンを解散して、ピン芸人になったばかりの浅川渡るの芸名を、パジャマお兄さんと名付けた。東京、中野区のスタジオ TWL のライブ、東京深夜、東京ホリデーにおいては、 テーマ曲とマスコットガールを務めている。また、お笑いライブだけでなく、勝ち抜け、ピスタチーを、マサシンライブなど、アイドルイベントや歌のライブの出演も多い。2010年4月から、小畜芸能所属となる。おにゃんこクラブ、ココなど1980年代から1990年代の、アイドル、ランマチ2などの漫画などを好んでいる。アイドルについては、 その後1970年代以前にも興味を持っている。また、昭夜など1980年代に活躍していたロックミュージシャンにも興味を持っているところがあるというキャラクターで出演することがある。特技はエアギターで2007年の全国エアバンドバトルでは第3位エアギタージャパン2008第1回東京地区予選にも出場。なお、 デビュー後も東京都内に移り住むようなことはせず、仕事のあるたびに、地元、伊豆から通っている。バッチグー、ガールズレボリューション4ネオ、アイドルスーパーコンピレーションボリューム2マサ、新プレゼンツオミューナブス CD ボリューム4、ガールズカバーコレクション、ありがとうございます。